みがらば皆さん、こんにちは。わきょなるんです。今回この動画では、今コロナの影響でミャンマー政府から外出自粛要請が出てて、かれこれ2週間以上ですね、自粛生活を送っているわけなんですが、この自粛生活の中でずっと家の中に引きこもっているわけなんですが、どういうふうな生活をしているのかとか、どういったことをして日々を送っているのかっていうことについて、まあ、何人の方からかこのどういったことをしているのアレンっていう話があったので、今回この動画では今、まあ、この自粛生活の中でどういったことをアレンがしているのかっていうのを、まあ、本当にいろんなことをやってますが、大きく分けて3つお話ししていきたいなと思います。もしよかったら参考にしてみてください。まず1つ目、アレンが自粛生活を送る上でおすすめするのがこちら、英語の勉強です。こちら皆さん、まあ、一度は勉強したことはある、使ったことがある教材なのかもしれないんですが、キクタンさんで、こちらの単語帳ですね、を使ってこういった感じで日ごとに分かれてるんですね。これ43日でとか、こっちだと42日でって形で、こういった感じで日ごとによってこの単語をコツ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 継続して覚えられるような、そういった感じの仕組みになってて、このキクタンを使ってあれは毎日朝起きてから復習と、夜寝る前に予習をして、必ずインプットをして毎日継続してて、この作業実は4月1日からやってて、2週間もうかれこれ継続してて、もう今半分以上まで過ぎて、もう1冊覚え終わるっていうところですね。これ6000語って言われてるんですけど、こういった感じで、なんかいつもだったら特に英語やりたいなとか、英語の勉強を本当はしたいし、ペラペラ喋るようになりたいなって方もいると思うんですが、こういった機会はなかなか、もう毎日忙しい日々を過ごしている方だと、なかなかこういう自己啓発というか、自分のやりたいことをできる時間ってなかなかないと思うんですけど、こういったコロナの影響で自粛生活を送らなきゃいけないっていう、こういった時にこそ本当に自分がやりたいことだったりとか、いつもはやりたかったけどできなかったこととかっていうのを挑戦してみたらいいのかなと思う時期と思ってて、実際にあれもずっとやりたかった英語の勉強を今やってます。続いて、まあ、英語の次にアレンがおすすめする2つ目の、まあ、今続けていることなんですが、こちらです。実は読書なんですが、読書といってもいろいろと小説だったりとか、あとはまあ漫画とかいろいろありますが、特にまあ啓発本もいいんですけど、特にアレンがおすすめするのはこういった啓発本というよりも、まあ、人生というか人の生き方っていうよった、こういった、まあ、少し感慨深い本の方がいいのかなと思っています。こちらはまあ、すごい一番アレンが大好きな本で、生き方っていう稲森先生、京セラを立ち上げた方 の、 本で260ページとかですごく長い本なんですが、こちらの本を通してやっぱりこの人のため世のためにどういったことが自分に個人にできるのかなとか、まあ、自分のことだけ考えて生きるよりも一人でも多くの人のために自分はどういったことができるのかっていうこと、あとはどういったふうにこれから自分っていう人生を、自分の人生をどういうふうに作っていくのかなっていう、この、まあ、この本をツールとして、この本を通して新しい自分、もう一人の自分と自分とのこの会話というか、対面するすごい貴重な時間を、この本とかこういう啓発物語とか、こういう人生の本がすごくいい機会を与えてくれて、この本を読みながら、あ、自分本当はこんなことしたかったのかなとか、今やってることに対して一生懸命やれてるのかなとか、好きとか嫌いとかじゃなくても、今自分が任されてる仕事に対して一生懸命できてるかなとか、そういったことを考えるすごいいいきっかけになるっていうのがあって、自分と向き合う、自分と見つめ合うっていう、そういった時間にとても今この自粛生活いいのかなってあれは考えてて、こういった感じの本を毎日コツコツ続けて読んでます。皆さんも本当にこの本は個人的におすすめなので、よかったらもしお読みでない方読んでみてください。またいろんな本がありますので、オンラインでも見ることできたりしますので、外出せずにネットから見てみるのもおすすめかと思います。で、3つ目、最後なんですが、こちらご覧ください。実はこのアレンはこれも英語の勉強と同じで4月1日からずっと続けてるんですが、こういった感じで筋トレを4月1日からずっと始めて2週間かれこれ経ちます。こちらは YouTube で筋トレとか腕立てとかっていうと出てくるんですが、こういった感じでずっとこれで2分間集中して腕立てしたりとか、あとはこの腹筋
を、あの特に姉も今腹筋と胸筋の筋トレをしてて、それもすごい1時間とかそういう長期なものをジムでやるようなものじゃなくて、本当に 2分間集中とか5分間集中とかって形のを撮ってて、どの動画がいいっていうよりももうどの動画でもいいのでコツコツやってます。自粛生活だとやっぱり筋肉も落ちてしまいますし、なかなか動くことないのに毎朝、まあ、朝昼晩と食べてしまうと、すごく太ってしまうっていうのがあって、体に良くないと思うので、少しでも家の中でできるエクササイズというか体を動かす機会ということで、これを今継続してやってます。でこちらは本当に、まあ、個人的にアレンがこの方の、動画がすごく分かりやすくて良かったので、もしよかったら参考にしてみてください。で今こちらアレンが今回紹介した、まあ、本を読むこと、英語の勉強をすること、筋トレをすること、この3つっていうのは、まあ、人生において、まあ、本当個人的な意見なんですけど、後悔をしないっていう、必ずどこかためになるものだと思ってます。この本を読む方はたくさんいると思うんですけど、なかなか仕事が忙しくて筋トレをできていない、まあ、体を動かすことができない方とか、まあいつかは英語を話すようになりたいと思いながらもなかなか手をつけれてない方とかもたくさんいると思うので、こういった機会に今まで自分がやりたかったけどできなかったこととか、やってみたいなと思いながら実は忙しいって言い訳にしてできなかったことだったり、もしくは全く自分が興味ないこととかっていうのを、新しい趣味っていうのをこの家の中でできる範囲で見つけてみてやるのもすごくいいかなと思います。特にアレンの場合はこの今3つを一生懸命やってて、この3つをこうこなしながら、まあ、インプットをたくさんして、まあ、これからいろんなことを覚えて、まあ、体も動かしながら頭も使いながらってことで毎日充実した日々を送っています。この自粛生活でをマイナスに捉えて家ですることないからって言って YouTube を見たりとか、この、まあ、だらだらして過ごしてしまうのも、まあ、それもそれでいいと思うんですが、 YouTube の見る内容も少しためになるものだったりとか、少し変わったもの、いつもと違ったものを見てみたいとか、こういったなんか考え方によってはすごく効率のいい、せっかく与えられた機会だと思っていろんなことに挑戦できるいい機会だとアレンは思ってます。はい、個人的には今までできなかったことを挑戦する、すごくお家の中のこの範囲で挑戦できる、すごく恵まれた機会かなと思っています。なのでもしも自粛生活を送ってて何か SNS ばっかり走るのではなく、少し SNS から遠ざけて、こう自分がやりたかったことなんだろうとか自分と見つめ合ってみて、本当にやりたいことをやってみるいい機会なのかなと思うので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。これから自粛生活が長く続くかと思いますが、これからも皆さんもコロナに気をつけて、アレンも気をつけていきますので、皆さんこれからも頑張っていきましょう。また何か自粛生活の中でおすすめのアクティビティというか、まあ、こういった新しい趣味だったりとかおすすめのことがあれば、ぜひ概要欄から連絡お願いします。コメントお待ちしております。こちらの動画失礼します。たったー。